皆さんこんにちは、ハピマイチャンネルのさえです。はい、今日はですね、一日お母さんをやりたいと思います。今寝起きです。で、ただいまの時間は7時、まあ6分くらいですね。今からお母さんの仕事をやっていきたいと思います。今すごい眠いんですけど、今から洗濯物を回していくそうです。で、洗濯物を回してる間に朝ごはんを作り始めたいと思ってます。うちはこちらアタックゼロです。すごいプッシュで押しやすいです。そして柔軟剤を入れます。じゃああとはこの洗濯機に任せます。じゃあ今からちょっと朝ごはん作ってきます。それでは今から朝ごはんを作っていきます。今からこのウインナーを焼いていきたいと思います。3つ焼きます。ママと大変だね。だいぶ次の日さ、こんなこと繰り返してたら腰痛くなりそう。ではまず半分に切ります。本当によく切れるね。おー、中から見事なリンゴが出てきました。じゃあもうちょっと食べやすいようにもう半分にします。よいしょー。おー、食べやすそう。お母さんね、このふんわりパンっていうパンが本当に大好きなので、ちょっとこれを今から焼いていきたいと思います。もう耳まで、結構耳嫌いなんですけど、これならふわふわしてるので耳まで食べれます。で、まだ今娘のしのが寝てるので、その間に食べて片付けなど終わらせちゃいます。はい、では今から食べていくんですけど、なんかこのチョコレートの飲み物が昨日カルディで買った初のものなんですけど、ちょっとこれを今ね、初めて飲んでみてます。それでは朝ごはんいただきます。パンにね、ハムをのせました。起きたの？おはよう。めっちゃプリプリ。ご飯を食べ終わったら、まずこのお皿を洗って、あと洗濯機が終わったので洗濯物を干して掃除機をかけるという、とても嫌な、なんか目的みたいになってますけど、やることがすごい溜まってます。でもね、なんか何気に今8時5分くらいなんですけど、もう1時間経ったってことだよね。遅いね、すごい。ちょっとペース上げて頑張っていきます。お母さん、ご飯作って。何パン？ふんわりパンちょうだい。はい、作ってきます。さあ、食べなさい。あ、熱いよ結構。あ、今からね、さあ食べ終わったので、シノがまだ食べてるので、シノが食べ終わるまで今洗濯物を干したいと思います。それでは行ってきます。それでは今から洗濯物を干していきます。ママちゃんは大変だよ、本当に。どんだけ時間かかるんだよ。すごいさ、携帯見てるさ、暇があると思ったのに。合間とかないからね。
それでは今から洗い物をやっていきます。なにこれ、しのちゃん、お母さんってすごい大変。これ人間時間が9時10分です。結構時間かかってますね。そして次はここのね、掃除機をかけたいと思います。掃除機完了しました。もう無理。はい、今ただいま9時20分になりました。疲れた。あさばあさばあさば、やだやだ、ごめんね。お母さんあさば、お母さん、正直言っていい、ママいつ茶飲むんだよ。茶、茶いつ飲むんだよ。ごめんね、ごめんね。今から洗濯機がある。早くできんちゃい。昼寝して。やだねえ。こっちが寝るって言いたい。お使い、じゃあ分かった、一パターン遊んであげるから。もうやだわ、助けてママ。こんにちは。こんにちは。今日はキャベツでね。お母さんってほんと大変。もうやだ、ほんとにやだ。じゃあ頑張ってやってくるべ。もうやだ。はい、ということでただいまの時間が11時半ですね。でもうちょっと今ね、お昼近くなってきたので、今から同僚と、まあママっていう位に上がったから、まあ同僚として、じゃあ今からお買い物行っていきたいと思います。お昼ご飯を焼きそばにしたいと思います。ではお買い物行ってきます。一緒に付き合おうか。うん、いいよ、お邪魔だからそれでは今から焼きそばを作っていきたいと思います。入れるものはキャベツと、人参と玉ねぎともやしを少し入れたいと思います。合ってる？肉投入します。それじゃあこの大量の麺を入れていきます。それじゃあいただきます。美味しそう。うまい。自分で作ると美味しいね。お母さん、お皿洗いは、うん、お母さん、やった。今さ、頑張って戦ってるの。頑張って、待って待って、今頑張って、頑張って、頑張って。ちっちゃ、待って、ひろ、え、ね、お母さん、あ、出通りよ。お母さん、やりたくない。ちょっとでも自由の時間が欲しい。後で洗います。ちょっととりあえず今、現在今は2時50分くらいなんですけど、皿を洗い終わったので、今から夕方近くまで公園で縄跳びとか遊んでいきたいと思います。お母さんもダイエットしなきゃねってことで行ってきます。はい、ということで帰ってきたので、今から夜ご飯を作っていきたいと思います。今日の夜ご飯は牛丼ですね。
ということで今から作っていきたいと思います。それでは今からまずご飯を研ぎます。それでは今からお風呂を洗っていきたいと思います。今から味噌を溶いていきます。それでは今からきんぴらを作っていきます。やっと同僚が帰ってきたので、ちょっと教えてもらいたいと思います。人参を切らんよ。はい、ただいま6時25分になりました。今日の夜ご飯はこちらです。牛丼と、あとは大根とわかめの味噌汁と、きんぴらごぼうとサラダです。それでは、いただきます。美味しそう、早く食べたい。いただきます。うまっ。はい、今お風呂から上がってきたんですけど、今8時半くらいになりました。この一日ママっていうのをやってみて、すごい朝からこの夜まで仕事がいっぱいありすぎて、すごい今肩と腰が痛いんですけど、毎日毎日ママが大変だっていうことが分かったので、まあ明日くらいには、まあ、少しずつ少しずつちょっとずつママのお手伝いをしていきたいなと思います。いやでもすごい自由の時間になったなって思ったら、遊んでって言われたり、何々をしてって言われたりして、すごい大変な一日でした。お母さんって本当にすごい大変なんだなって実感しました。一番きつかったのは皿洗いと洗濯物。寒い中すごいさ頑張って干しに行って、あとうち家族5人なので量が多いので、すごい寒かったです。すごいなんかママっていつもこうお茶をズズズって飲んだり、すごい携帯見てたり、ちょっと寝るねって言って結構寝てたりして、すごい楽な仕事なんじゃないかなって思ったんですけど、すごい意外に大変で、夜ご飯作る時にあれああしてこうしてみたいな感じですごいドタバタしてて、いやーすごいママのこの辛さっていうのがすごい分かりました。すごい、ハピバニママはこの家事プラス編集、この動画の編集もしてるので、すごいそんな自由な時間っていうのがどこにあるのかっていうのがすごい不思議に思いました。という今日の一日お母さんでした。それではまた見てね。バイバーイ。ハピバニチャンネルの LINE 公式アカウントができました。概要欄にも載せておくので、ぜひ皆さんお友達追加よろしくお願いします。こちらの QR コードも読み取ってね。Twitter、Instagram、TikTok もやっているので、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録も押してね。それではまた見てね。バイバーイ。